はいどうも、ゆっきーです。今回食べるのは、激辛マニアゆっきーのこちら、焼きそばペヤングの、激辛マックスのエンド。ね。こちら最近話題になってますんで、早速買いました。さて、美味しいかな？ちょっと味わって食べないと。味わって食べないとな、俺激辛マニアだから、多分、まあ、大して、以前の激辛もっともっとの方は確か、あんまり辛くなかったという。普通のね、激辛ペヤングと大差なかったということで、ほとんど、ね、辛くありませんでした。ので、今回は期待を、ね、できるんではないか、ということでございます。はい。それでは、こちら。じゃーん、黒い、ね、ソース。激辛エンドソース。こちらをかけて。よしと。トロトロトローリー。トロトロトローリー。一滴残らず。一滴残らずかけて。混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜます。あー腹減った。マジで腹減った。まあね、どうなんですかね。うん、まあ激辛ま、ペヤングとどれぐらい違うのかっていうのをね。うん、実食ですね。よし、行くぞー。よし、タオルは持ったな。お前ら。タオルは持ったな。いただきます。いただきまーす。あ、辛い。これあれだ。激辛マックスというか辛い。あ、辛いわ。うん。これ辛い。うん。あ、おいしい、おいしい。おいしい。うん。うん。あ、辛いわ。これは激辛ペヤングよか辛くなった。うん。うん。あ、でも、うん。美味しいですね。あ、辛いわ。辛い。うん。まあ、うん。辛いけど、やっぱ美味しいね。うん。うん、まだやっぱり、うん。辛いんだけど、やっぱ激辛ペヤングは美味しいわ。うん。そういえば、最近知ったんですが、激辛ペヤングの、スーパーでね、激辛ペヤングのね、激辛ソースっていうのが売ってて、そう、売ってましたよ。うん。あれ買おうかな。
あー、これ辛い。あ、辛い。あの、ビギンの辛さ、30倍が辛い。あ、しびれる。あ、口の中がしびれる。激辛のやっぱり、激辛ペヤングうまいな。辛いんだけどやっぱうまいわ。喉に入った。うわあ。具がどこに喉に入った。ひどい。あー辛い。あ、美味しかった。はい。完食です。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。辛いけどやっぱり、あれだな。ストレスが。辛いの食べると、ストレス発散になる。これは辛さ度数。100だな、100。辛さ度数100です。ご視聴ありがとうございました。